遅いぐらいかなと。さあこれでスタン、これでまさか大ヒットだ。もうこの雲には勝てない正直。だって足速いんだもん、 4.6 以上あるから。さあこれは雲なので、さあしかしデッハが、デッハがデッハをバーンしなかったことにデッハが去ってしまう。そしてスタン残り1台。しかしリヘさんは不滅を持ってましたね。しかしこの間ナンチャンさんが結構余裕を持って回してますので、このまま回し切ることができれば通電、そして通電ボーナスも入るので、結構サバイバーポイントの勝負になってくるかなと思いますね。しかしこの辺りでおそらく白黒さんは増えてるの見てたかもしれないが、ここで通電、そう見つからない。太郎さんは離れていた。これはうまい。あー今のすごい怖い、すごい怖い。ここでマイケルがゲートの様子を見に行ってそのまま行きますね。さあこの間に太郎さんが救助に入ります。太郎さんが早めに離れているが、スプマを消されているのでちょっとこの辺りやっぱり厳しいかなと。さあまやかしで、さあ窓を封鎖、ここはもう対面板はもう入っていいですね。さあうまい。さあしかしチェイスがタロフォアさんとなっております。チャハハハキプ落ちましたね。ちょっと鬼化中のそのなんて言うんでしょうね、強みがちょっとなくなってしまってるのは、うまいうまー今のなんだ。さあハッチダッシュされたらちょっとめんどくさいぞこれは。お、これ鬼化を使ってハッチまで戻る。さあ白太郎さんやってね、あこれ間に合わない、もしかして。あっ回復し合おうっていうのが無難かなと思います。さあ小鳥選手一発もらった状態で、さあこれリンちゃんのフェイズを、さあここでチェイスできるか、届かない、まだ枠には届かない。そしてついてるのはなんとメガネですメガネは足跡が見えなくなるので、ちょっとん足跡見えてね、ルーンが消える。さあこっからが正念場ですね。正直リンちゃんの場合だとこっから厳しくなってしまいますので、これはバレているか、コッコちゃん。さあここはタキプーが行かざるを得なくなってしまう。じゃあコッコちゃんちょっと右の方へ引っ張っていく形となりますね。さあここでさん一人回し、まあここ安全ですので、まあ、リンちゃん絶対来ないですねこのところ、まあ、絶対ってちょっと息の悪いかもしれないおそらく来ないと思いますので、普通にフェイズウォークをせずチェイス。さあコッコちゃんチェイス。さあコッコちゃんもね、普通のチェイスはやはりうまいですから、なかなか、さあどうなるか、なかなか板を渋って、さあフェイズウォーク届かない。しかしこのフェイズウォークで板から引き剥がすことに成功しましたね。さあ見事猫でちょっと窓服乗り越えるの早かったでしたね。さあこの間にポイユーは、ポイユーとタキプーが回している、どこだその場所左中かな、左中は上がりきるかもしれない。さあコッコちゃんがなかなかナイスチェイスを行っている、やはり正解なんですが、さっくりんちゃんが今度持ってきましたが、これで琴恵さんを邪魔をして、さあ釣れない。結構頑張ったんですけどね、そこにひーちゃんがいなければという場面で、さあまあトリルさんがゲームが結構厳しい、あゲームオーバー。小鳥さんで回復し合ってる。そしてタキプは猫もスプバもない、あスプバあるんですけど、マインドんマインドブレーカーで封じられちゃってるんで、まあ、ちょっと信用消されて来られちゃうともうどうしようもないかなっていう状態ではありましたね。今ピーちゃんの救助に誰か迎えてるか、一応小鳥さんが迎えてますね。今日ギリギリで救える状態になりましたね。でしれっとタキプがおそらくこれ地雷爆破を仕掛けましたね。
仕掛けておりましたね。さあスプーバーなんとか回復させて、やっぱり小屋周りで3秒間うわあんま疲労回復しやすいんでね。3秒だっけ5秒だっけ5だった気がする。さあここでしゃがんでガオン、しゃがみ攻撃ですね。まあしかしここはまあ離れると択を取ってきちんとピックから距離を離していきますね。さあ誰か、おっとカキプーが見つかっている。そしてルインの場所がバレましたね。これで、まあ、VC なんでここはまあ少なくとも誰か壊してという反応になってくるかなと。で今発電機誰か触ってたのが多分うっすら見えたと思うんですが、ここでカキプーを追い切りたい。まあ、ヒーちゃんにゲームがついてなおかつもう発動しちゃってるので、まあ、これはうまいですね。ちゃんとここで耐えて、しかしここはカキプーは離れてますね。さすがカキプー、このキツネもサバイバーがうまい。この前に多分真上を触ってますね。2人で2回し、そしてここでやはり強いのが有能の証明になってきますね。ポイントも上がるし得点も上がりやすいので、やはりここはちょっと厄介かなと。でひーちゃんがもう今思えばゲームを外しますね。これはひーちゃん運がいいですね。これはちょっと円谷さんにとってはちょっとアンラッキーな展開にはなってますね。ここからもうピックの立ち回りとしては正直あのこれはキラさん、あのどっちかに固めておきたいっていうのはたまあると思います。でここでうまいことかわす、まあ、倒れた場所もまあいわゆるこの左下になりますので、左下で倒れたってことは要は左上で回したり右上で回したりっていうことができますので、やはりこの辺りは VC の連携っていう形ですね。このゲーム、あ、これはランマルさんはもう自分を捨ててハモさんが逃げろといったそういった感じでしょうか。さあこれピック待ってますね。葵さんは狙いとしてはカモさん狙いというようなそういった立ち回りになってますね。さあしかし青木さんが一応肉壁にはいるが、さあここどうなる。さあ思ったように肉壁できるか。一応さあここでここでなんとあ間に合わない。肉壁がギリギリできないが、しかしこれはうまいこと担ぐことを止めさせればが担がれてしまいましたね。さあここでランマルさんはゲームで死亡。さあこの肉壁間に合うか。これはちょっとフックが近いので間に合わず、でこれで攻撃受けてしまいましたので得点がちょっと加算されてしまいますね。さあここでカモさんも死んでしまって2作という結果になりますね。ランマルさん押し切ったのはいいんですが、ここからさあこれきちんと避けていく、真上の方にチェイス持っていきますね。さあここでデッハー、地獄の場所デッハで避けていく。これはなかなか反応がいいですね。今のその地獄の場所を打つタイミングがすごい良かったんですが、ついうまく避けられてしまう。これはもうちょっと起こすのを待って、出血ゲージをギリギリまで待って、無敵の人いわゆるもうダウンさせたらハッチ開くぞという人を作ってしまえば、かなり篠原たち有利になるかなと思います。おっと、さあここで無敵の人が誕生しましたね。で無敵の人ハリアマリカが作られてしまったので得点稼ぎ放題ですね。ここからハリアマリカはまあそうですね、やっぱりハリアマリカさんがしっかり上で回して、で竹光さんが隠密、やはり賢いですね。さあギューフォではありますが、そして猫もついてるので多少はやっぱりゲージの進みはちょっとだけ速くなったりしますので、逃げるタイミングだったり、まあ、そのあたりを見捨てらなければおそらく大丈夫かなと。で今負傷入れたんですが、このようにセルフケアで治療ポイントも入ってしまいますので、本当は入れたくなかったんじゃないかなと思います。さあ戦線復帰と、さあ治療が330入っていく。小屋滞在で、あ、地下滞在ですね。さあ地下の箱を開けると同時に地下滞在でポイントを取っていく。これは小遣いをマックスに稼ぐ立ち回りとなりましたね。
なるほど。さあここで、さあ工具箱を引いたので、さあ無敵の人はハリア・マリカ。これはギリ、あーん、どうだ、フックを壊せるか、フックを壊せるか、ポイント入る、壊せない。早速、はい、はい、バークバーンはですね、まず一つ目がデッハ、はい、はい、二つ目が有能の証明となっております。なるほど、うちのチーム有能がついてるらしいです。そうですか。おやおや、まあ本当だ。せつなさん有能つけてますね。あとでいろいろとお叱ります。さあプンさんはこれはギリギリ止めたんでしょうか。ええ、とりあえず一旦続行はしていただきます。さあ竹光さん、このままゲートを開き切ることができるか。ハリアさんを救って2脱出も、まあ、視野に入れつつって形ですね。しかし出っ歯がないんですが、スクバでキル取ることはできます。そしてちょっと下手に、外を見回るのもちょっとプレイグだと怖い場面ですね。やはりこれはゲート開けポイントを2つ稼ぎに行きますが、それをしてバレてしまうと非常に危険なタイミングではございますね。やはり、あ、一瞬後ろ、シェリルの後ろの吐息が聞こえましたが、これはカモヨさん気づけず、さあしっかりともがきポイントも取りつつ、さあうまく足跡を利用して向こうのゲートに誘発しましたね。この間にシェリル、竹光かぐやさんは救助に向かいます。これはカモさんちょっと引っかかってしまったか。まあ、というやはりガスヘイブンのやはり厳しいところですね。これがゲートもやはり遠くなりますので、これは作詞竹光かぐや足跡を残してその場からはもういないという。さあこれハリア・マリカさんもうまく脱出することができればかなり美味しくなりますが、さあプレイグ、さあ見えております。さあそしてハリアさんもさあこれあんまり当たらないので、さあこれは、さあこれは余裕で竹光さん脱出できるかなと思います。さあうまいことブロックしますが、さあこれ脱出、そしてハリアさんはまあピンピンの状態で帰ってきましたね。これはおそらく脱出できるかなと思います。さあこれはまあそのまま走り抜けた方がいいですね。さあなんとかゲロにもなるべく当たらず脱出したいが、まあこのまま2脱出。さあこれは竹光さんがかなり最後うまかったですね。あちらのゲートへ誘発したところで、まあ、あちらのゲートに誘導してその上でポイントを稼いでいきましたね。さあさあ小屋周りでチェイスをしているランマルさんですが、さあこの間にどこか回せているのか、回せていればラッキーなんですが、さあこれはさあしっかり地獄の罰を一発当てていく。小屋の板がなくなりました、早々に。さあこれさあ地獄の罰をラキさんに当てていく。さあ堕落なしの興奮不知るイタチというまあ結構無難なパーコースになりましたね。さあここで、さあこれワンパンモード、おっと早くもワンパンダウンさせていくいいかな。さあここで刹那さんが見つかっていく。ちょっと回せてないかなとは思うんですが、さあどうだ。さあここはやはりこれがきつい。このオブジェクトちょっとぐるぐるされるだけで普通に対処できてしまうのがやはりちょっと弱いところでありますが、さあここでワンパンをもう一回決める。そしてさあマリカさんがきちんと壊していく。さあここでチェイスに入っているのは竹光さん。さあしかしちょっとポジションが難しい場面でありました。しっかりワンパンを決めて、ただ今一瞬見に行ったタイミングで球場に向かおうとしまいましたが、一応トリックスター見てましたね。リフェル見てました。
さあこれ救助は難しいですね。なので他の人に任せるのは、もしくはあのままもう掘ってしまってとりあえずダイス2台の取っていくかっていうのが肝になってくるかなと思います。はい、マリカさんが今ユーノの照明持ちなので釣られているので、ちょっと発電機は回しづらい状況になりますね。さあそしてトリスタに見つかってなジョークイオン、確かしなやかを生かして、まあ、唯一パークバーンに刺さってない方ですので、まあこの人のチェイスは重要になってくるかなと思います。さあここでワンパンモード、やはりこれは厳しいが、しかしあれチェイスになるとやはり厳しいんですが、きちんとステインを隠してワンパン、かなり刺さってますねこのトリスタのワンパンモード。けど長方形なマップですので2台にするっていうのはちょっと難しかったりはします。さあここで刹那さんがチェイスとなります。さあ小屋チェですね。さあこれワンパン取られてしまう。おっとこれ気づいた、ハリアマリカさん回していった発電機を気づき、さあここでハリアマリカさん見つかっていく。さあここでワンパンモード、これはワンパンでダウン。